ロメオ型潜水艦は、ソビエト、ロシア海軍の通常動力型潜水艦である。ロメオ型は、NATO コードネームであり、ソ連海軍の計画名は633型潜水艦である。ウィスキー型潜水艦の発達型であるが、船体がやや大型化し、新型のセンサを搭載した以外、大きな設計上の変更はなく、 第二次世界大戦中の S 型潜水艦の系譜を直接に継ぐ艦と言える。ただ、設計上の際があることから、ウィスキー型潜水艦や、それの元となるドイツの U-BOT-21 型との関連性を強調しすぎるのは正しくないとする見方もある。通常は水上を騒音の大きいディーゼルエンジンで構想し、快適の際に先行して待ち伏せ攻撃を行う。 先行能力は低く先行時の航続距離は10から20回り、最大先行可能時間は約半日程度であり、ソナーから逃れても空気補充時にレーダーで必ず探知されてしまう。基本的に第二次世界大戦の後半に運用されていたレベルの性能の潜水艦と称されるが実情は河川艦というべき旧世代潜水艦であり、現代の基準においては、 潜水艦として、もはや時代遅れのものとみなされているが、北朝鮮やエジプトにおいては現役である。ソビエト連邦、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国で生産され、ソ連では、プロジェクト633、中国では、タイプ033、または、タイプ ES 3として知られる。中国では1967年から1984年に、 かけて100隻近く建造され、一時は主力潜水艦であったが、現在は全艦退役している。中国で1隻だけ建造された技術試験型の零散 3G 武艦型は、6機の C-801 対艦ミサイルを運用可能であり、フランス製の低周波、パッシブソナー、シントラ・デュークズ5をも搭載しているとされている。このうちデュークズ5に関しては、 後期に建造された艦に追加されている可能性がある。また、中国の名型潜水艦のデザインはこれに酷似し、船体はこれの改良型である。北朝鮮では1973年に2隻を中国から取得し、1976年から1995年までに24隻を国内で建造した。現在でも保有しているとされるが、 燃料不足にあえぐ朝鮮人民軍で、どの程度運用されているかは不明である。1985年2月に一隻が沈没している。2014年6月16日、朝鮮中央放送は、金正恩第一初期が、ロメオ型潜水艦を運用する、海軍第167部隊を視察したと報道。その中で、緑の特別色に塗られた。 潜水艦の環境に第一初期が乗り込んでいる映像が流され、依然として第一線で運用されていることが明らかになった。エジプト海軍では1982年と1984年に中国から4隻を購入した。1990年代にハープーン艦隊艦ミサイルの発射能力を追加する改装が行われており、現在も全艦が運用されている。 また、ブルガリア海軍も1986年までに4隻の中古艦を供与され運用していたが、2000年代後半までにすべて退役している。AB、世界の海軍2010から2011世界の艦船4月号、増艦解任者2007年、キム・ジョン・ウン第一初期が潜水艦に上艦用上にラミ指導、室内で指示も、産経新聞、 http://sankei.jpmsn.com <ッ>ワールドニュース14万616コル14兆616億1156万 4n1htm2014 年5月18日閲覧世界の海軍2006から2007世界の感染4月号増感解認者2010年ありがとうございます